アメリカ海軍も視察するほど興味を示している US-2 難飛行艇が海上自衛隊に8機目の納入との情報をキャッチしました。今回はこの8機目の US-2 救難飛行艇を詳しく見ていきますね。それは、そうと救難飛行艇としては世界最強なんです。海上自衛隊では、この2022年5月24日に製造元である新明和工業から、通算で8機目にあたる、US-2 救難飛行艇の引き渡しを受け、同隊の岩国基地に、この機体は、配備されることとなり、今後の日本での海難救助活動に従事する。US-2 救難飛行艇は、乗員11名、全長 33.25m。全幅 33.15m、全高 10.06m の大きさを誇る世界でも最大規模の飛行艇であり、時速は最大で約 580km、巡航時で約 470km、航続距離も 4700km に達する。何といっても、US-2 救難飛行艇の最大の特徴は、離水距離が 280m で、着水距離が330メートルと圧倒的な短距離着水が可能な点で、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇と比しても最高の性能を実現している部分だろう。これは世界9カ国で採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇でも離水距離が808メートルで、着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルであることを考慮すれば、いかに高性能であるかは、議論を待たない。しかし、US-2 救難飛行艇の場合には、海上自衛隊以外に採用例はなく、その少数生産の絡みもあって、1機あたりの製造コストは、およそ120億円超と高額であり、おいそれと、海外の見込み国に購入を決断させる額だとは言い難いのも事実だ。US-2 救難飛行艇の有力な輸出先だと、これまでも複数回にわたって報じられてきたのがインドであるが、同カテゴリーのロシア製の B-200 飛行艇は、大幅に性能では劣るものの、1機あたりはおよそ75億円とリーズナブルである。もともと、ロシアから、複数の航空機を調達しているインドからしてみれば、単純に金額的な点は、元より、運用に際してのアフターフォローも重要であり、そうした部分からも、これまで、付き合いの長いロシアの優位性は、高いと思われる。ただし、今後は、今年2022年に発生した、ウクライナ戦争の影響で、西側諸国からの経済制裁の続く、ロシアの航空業界の生産能力は著しく低下する恐れもあり、B-200 飛行艇にもそうした問題が発生する可能性は少なくないだろう。それでも、インドは西側諸国に歩調を合わせた対ロシア政策は言っておらず、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択しているため、価格面を含めて折り合いがつけば、ロシアとの取引を躊躇するとは考えづらい。US-2 救難飛行艇は、その外観のデザインや、救難飛行艇としてのコンセプト自体は、1976年から2017年まで運用された全モデルの US-1 飛行艇を踏襲したものとなっており、こちらも、同様に、新明和工業が手掛けた機体である。ただ、この US-1 飛行艇も独自に開発された機体ではなく、1970年に当時の海上自衛隊が採用した PS-1 という対潜哨戒用に新明和工業が製造した飛行艇がベースになっており、そこから派生したものだった。US-1 飛行艇は、その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、
機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対専用ソーナーを使用する形式であったが、この方式は、すぐに陳腐化してしまった。当時、世界の対潜哨戒の分野で最先端を行くアメリカ海軍では、1968年に初飛行させたロッキード社の P3C 対潜哨戒機において、その機体から透過するその V 式の潜水艦探査手法を実用化し、これがすぐに標準なる。そのため、海上自衛隊では、US-1 飛行艇の調達を23で打ち切り、1981年にアメリカ海軍に倣って、ロッキード社製のの P3C 対潜哨戒機を導入する運びとなり、同機は、日本では、川崎重工業者がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達された。ちなみに、その後、海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P1 哨戒機を2013年に正式採用しているが、2020年度末においても P3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残りこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上している。また、ここで P3C 対潜哨戒機を代替することとなった川崎重工業社製の P1 哨戒機だが、四方を広い領海で囲まれた日本ゆえに、調達予定数は70機前後に達するとめされており、2020年度末で、すでに29機が運用されている。B1 哨戒機も、日本政府の武器輸出の規制緩和を受けて、海外への販路の開拓が模索されているが、候補とされた大半の国々において、アメリカのボーイング社製の P8 哨戒機が採用されており、やはり、海外輸出の壁は、厚いのが実情だ。さて、US-2 救難飛行艇だが、BS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発されたことは、前述した通りではあるのだが、製造元である新明和工業は、これらにつながる飛行艇を、太平洋戦争まで開発、製造を行っていた経緯を持つ。新明和工業の前身の企業は川西航空機であり、この川西航空機は、西機大艇の通称でよく知られている、西機大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入しており、そこで培われた技術、ノウハウを継承している。西機大型飛行艇は、太平洋戦争期において、大型飛行艇における、世界屈指の性能を誇る名機として語り継がれており、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に、時の大日本帝国海軍での正式採用を勝ち取った。菊原静雄技師は、この西機大型飛行艇以外にも、川西航空機において、大日本帝国海軍の局地戦闘機として、巧妙な試電及び試験会を開発した設計技師で、日本の航空機製造に多大な足跡を残した人物として記憶されている。錦大型飛行艇が開発されるに至った経緯としては、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れが大きく影響しており、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造をこの間の軍縮条約等で規制されたことが起因している。ここで、大日本帝国海軍は、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によって、アメリカ海軍と対峙する構想を打ち出し、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現を志向した。もともとは、あくまで、大型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を、
運用可能な飛行場の確保が困難だった。そのため、飛行場を使用せずとも海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発が行われることになり、これに応える形で川西航空機が送り出したのが97式飛行艇であり、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されるに至った。この97式飛行艇は、国産初の量産された4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が、1938年から着手され、1940年12月に完成したそれが、1942年に正式採用され、2式大型飛行艇となった。2式大型飛行艇は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となり、時速は最大で約470キロメートル、航続距離はおよそ8200キロメートルにも達し、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だった。中国空軍 J-16 戦闘機が、オーストラリア、B-8 哨戒機に対して、妨害行為を行ったとの情報もキャッチしました。今回は、この時の状況と中国軍戦闘機が行った行為を詳しく見てきますね。事故に至らなかったのが幸いですが、中国はどこまで暴走しているんでしょう。2022年5月26日、南シナ海のパラセル諸島、中国名、西沙諸島周辺の空域を飛行中だった、オーストラリア空軍所属の B-8 哨戒機に対し、中国軍の J-16 戦闘機が異常接近し、飛行を妨害したとの指摘が報告されている。これは、事象の発生の翌月となった、6月5日に、オーストラリアのマールズ国防大臣が明らかにしたもので、オーストラリア側が公海だと認識している南シナ海上の空域で発生したことから、中国政府への強い抗議を行った。オーストラリア空軍の B-8 哨戒機は、アマで国際法に則った公海上での飛行を行っていたというが、これに中国軍の J-16 戦闘機が急接近し、通常は、主として、電波妨害等に用いられる、JAF やフレアといった物質を撒き、飛行を妨害したとされる。オーストラリアのマールズ国防大臣によれば、この行為で散布された JAF の一部を、B-8 哨戒機は、2機備えてる機関部の1機に吸引したといい、今回は、無事だったものの場合によっては、墜落につながった可能性もあるとして、中国を強く非難している。オーストラリアでは、ちょうど2022年5月の総選挙でアルバニージー新政権が誕生しており、就任早々の同首相も、オーストラリア空軍の当該の B-8 哨戒機は、あくまで国際法に則った範囲での偵察活動を行っていたと、そのスタンスを崩していない。こうした指摘を受けて、中国側は、6月6日に、外務省の諜報道官が記者会見に臨み、中国軍の航空機は、国際法に準拠した
安全な手法で事態に対処したと主張しており、両国が共に国際法を行動基準に挙げるも平行線のままである。くしくも中国軍航空機は今回と同様の事態をカナダ空軍の CP-140 海上哨戒機との間で東シナ海上でも発生させており、カナダ側は複数回にわたって中国軍航空機からの異常で危険な接近行為が行われたと非難していた。中国の諜報道官は6月1日に出されたこうしたカナダ側の非難声明に対し、カナダ空軍の CP-140 海上哨戒機は国際連合の安全保障理事会が出した北朝鮮への制裁を口実として中国の領空に接近を繰り返したため、これを排除したのだと述べている。また中国国防部の単報道官も6月7日にはオーストラリア空軍の B-8 哨戒機がパラセル諸島、中国名西沙諸島周辺の空域でカナダ空軍の CP-140 海上哨戒機と同様に中国に対する挑発に及んだことが原因にあると自国軍の対応を正当化した。今回生じた事象はカナダ空軍の CP-140 海上哨戒機とは東シナ海上、オーストラリア空軍の B-8 哨戒機とは南シナ海上と場所こそ違え、いずれも中国が一方的に自国領だと宣言して譲らない空海域で発生したトラブルである。南シナ海のパラセル諸島、中国名西沙諸島をめぐっては台湾やベトナム等も領有権を主張してるが、すべての島々を中国が実効支配しており、2016年にオランダはハーグの常設仲裁裁判所からこれを認めない、いわゆる南シナ海判決が出されるも無視し続けている。東シナ海のスプラトリー諸島、中国名南沙諸島も同様であり、台湾やベトナム、フィリピンのみならずマレーシアやブルネイも領有権を主張しているが、中国は基本すべて自国が領有するものだと強硬な姿勢を示している。中国とは直接の領有権問題を抱えてはいないにもかかわらず、そうした自国の主張を明示する意味で発生したのが、オーストラリア、カナダ両空軍の哨戒機への飛行妨害と取れる一連の事象であったことは明白である。こうした中国の行動は何も今に始まったことではないとも言えるわけだが、周辺国ではなくオーストラリアやカナダに対してもかなり強硬な姿勢を示したことが、ここでは最も注意を必要とする部分ではないかと個人的には思える。従来こうした中国の行動が報じられた場合、まがいなりにも西側諸国の一角を占める日本においては、自国領である尖閣諸島周辺海域への中国側の度重なる侵入を受けていることもあり、これを問題視する捉え方がごく一般的ではある。しかしインターネット上の意見としては、ロシアのウクライナ侵攻に対しても一定の割合で散見される、西側諸国のウクライナ重視の報道は変更しているとの見方と同様に、中国側の主張に沿った趣旨の意見も垣間見える。いわくアメリカ海軍が航行の自由作戦と銘打って、中国が自国領だと主張する東シナ海や南シナ海への海軍艦艇の派遣を行っていることの延長線上に、オーストラリアやカナダも加担しているのであり、中国の行為は当然の反応だと擁護するものだ。こうした意見は東シナ海や南シナ海が中国の完全な支配統制下に置かれた場合、中東からの石油輸入等を筆頭に日本にとっての多くの貿易の航路が危機を瀕する可能性があることをどこまで認識しているのかと首をかしげたくなる。そのそも中国が東シナ海や南シナ海の領有化を近隣諸国との摩擦を厭わずに進めようとしているのは、一般的に
第一列島線と呼ばれている、これらの地域を制することで、西太平洋への進出を果たし、アメリカと太平洋を二分する戦略構想を標榜ているゆえだ。第一列島線とは、日本列島の九州から発し、沖縄、台湾、フィリピンそして、インドネシア、マレーシア、ブルネイにまたがる、スマトラ島までをつないだ線を意味し、もともとは、アメリカが、中国を軍事的に牽制する、防衛線として定めた定義である。第二次世界大戦の終結後、アメリカは、この、第一、列島線を、台湾有事の際の防衛線だと、認識して軍事戦略を構築していたが、旧それが、1991年末に、崩壊を迎えるまでは、その重要性は、さほど日本では認識さ、出ていなかったとも言えるだろう。それは、その時点までの中国は、長大な国境線を旧ソ連と接し出ており、共に、大陸の陸軍国として、仮想敵国の筆頭としていたこともあり、陸軍戦力こそが最重要視され、海軍力は、極めて限定的で小規模な状態が当然だったからである。しかし、旧ソ連の崩壊で、その状況は一変し、同国がロシアとなったことで、中国は、硬貨の憂いなく、海軍戦力の増強に邁進することが可能となり、第一列島線を意識した海洋進出によって、アメリカを最大の仮想敵国とする図式が展開された。中国は、1978年から、政権を掌握した鄧小平のもと、そのナンバー2にして、海軍出身の劉化成が、海洋進出を推進する方針を打ち出し、それに呼応するべく、中国海軍の近代化を強力に推進し、今に至る、中国の海洋戦略の礎を築いたと、解釈されている。ここで劉化成が唱えたのは、2000年までの自国沿岸部の防備、2010年までの第一列島線内部での制海権の確立、2020年までの第二列島線内部での制海権確立、及び航空母艦の保有、2040年までにアメリカに匹敵する海軍戦力の保有の実現である。これらの段階のうち、2022年現在で確実に到達していると言えそうなのは、最初の自国沿岸部の防備のみかと思われるが、以後の内容も、3隻目の003型航空母艦が、間もなく進水する予定であることなど、徐々に進んでいることは明らかだ。また、こうしたスケジューリング面には、直接の文言としては言及されていないが、核戦力の柱としての戦略型原子力潜水艦の運用を行うためには、水深が深い南シナ海の領有を外すことはできず、中国の命運を左右すると考えている海域だと言えよう。台湾が1200キロ射程の巡航ミサイル優勝を量産体制に入ったとの情報をキャッチしました。今回はこの巡航ミサイル優のぼるを詳しく見ていきますね。北京も射程にはいるのか、日本も導入急がれる装備品ですね。
12式改良急がれます。2022年4月21日の産経新聞の記事によれば、台湾が最大射程距離約 1200km とされる国産の長距離巡航ミサイル、勇将の量産化に着手すると報じられており、対中国に向けた強固な抑止力の一環となりそうだ。この長距離巡航ミサイル、勇将は地上発射型の兵器であり、弾と部分には防御力の高い施設を対象とした破壊力が大きな形跡と、滑走路等に向けた面で広範囲な施設を無効化する形式の2種類が設定されている。今回の長距離巡航ミサイル勇将は台湾の既存の巡航ミサイルで、最大射程距離は約 600km とされている勇風 2E の改良型とされ、およそ倍までに射程距離の延伸を図ったものと言える。ただし、長距離巡航ミサイル、勇将は、こうした射程距離の延伸のみに止まらず、標的とした敵施設に到達する、飛翔過程に通過すべき中継ポイントを設定可能とすることで、ミサイル本体の生存性をも高めている。台湾の首都、台北から、射程距離約 1200km となれば、北は、中国の上海から西は広州、南はフィリピンのルソン島周辺までも楽に攻撃範囲に収めることとなり、台湾の防衛に対して大きな役割を果たすことが期待される。すでに配備済みの巡航ミサイル、勇風 2E の約 600km という射程距離では、台湾海峡を隔てた中国本土の東南の対面の沿岸部に、攻撃範囲が限定されていたが、これを大きく超える抑止力となり得るだろう。台湾の軍事シンクタンクである国家政策研究財団によれば、長距離巡航ミサイル、勇将が実戦配備されれば、中国大陸の中国軍、東部戦区の大半の拠点を攻撃対象とできると、その能力を評価している。しかし、あくまで、台湾への武力侵攻を中国軍が企図した場合、その第一段階となる中国本土からのミサイル攻撃や、爆撃を実施してくるであろう航空戦力へ打撃を与え、その上陸作戦の遅延を目的とすると、表現は控えめだ。これは、多数のミサイルや艦艇、航空機を持つ中国軍に対し、新型で、射程距離や攻撃能力、生存性に優れている長距離巡航ミサイル、勇将といえど過大評価はしていないと取れ、台湾が現実に即した見方をしている証左だろう。こうした見方は、台湾の別の軍事系シンクタンク、台湾中華未来戦略協会でも同様であり、同協会でも、中国の東部戦区のミサイル基地7カ所、主要空港9カ所、上海、及び、船山の2カ所の海軍基地を射程内に収めることで、台湾への侵攻を遅延させる効果があるとしている。台湾で、こうした長距離巡航ミサイル、勇将や、勇風 2E の開発を手掛けているのは、ンクシスと頭文字で呼称されている、機関であり、正式名称は、国家中山科学研究院という、政府組織である。国家中山科学研究院は、1969年に前前身である中山科学研究院として創設され、現在の組織名称となったのは2014年6月であり、台湾国防部に連なる行政法人として、各種兵器の研究、開発から製造、そして維持管理までを一手に担っている。この4月20日に、国家中山科学研究院は、実弾を用いた発射訓練を行ったとされており、ここで使用されたと思えしき、2発のミサイルが、今回産経新聞が報じた長距離巡航ミサイル、勇将ではないかとの声が上がっている。国家中山科学研究院自体は、これについて、それが、長距離巡航ミサイル、勇将のテスト発射であったと、公式に認めることはしておらず、台湾国民に対して、自国の防衛についての
理解と支持を求めるに止めている。ただこの直後に台湾の国防部は長距離巡航ミサイル勇将の量産化とその調達を表明したとされることから、今回テスト発射されたものが同ミサイルであったことはおおむね間違いないだろうとの意見が大勢を占めている。この2022年2月にウクライナへの侵攻を開始したロシアの軍事行動を目の当たりにして、大多数の世界の国々は少なからぬ衝撃を受けたと思われるが、中国からの直接的な圧力にこれまでもさらされ続けている台湾も例外ではない。中国共産党は台湾を革新的利益と呼び、武力侵攻による統一を強行してくるかどうかは置いておくとしても、あらゆる手段を講じて併合を目指していることは端から明白であり、急にウクライナ侵攻から危機感が醸成されたわけではない。ロシア軍によるウクライナ侵攻が台湾に与えた影響として大きいのは、西側諸国の言うとしてのアメリカが核兵器を保有するロシアに対しては直接的な軍事行動を行わないと早期に表明したことであり、中国に対しても同様の動きとなるのではないかという懸念だ。ここ近年のアメリは中国との経済的な貿易戦争の激化に加え、2020年からの新型コロナウイルスの蔓延以後、以前よりも明確に中国の行動に対して非難する姿勢を強めていると見られてきたが、これに疑義が呈された形と言えよう。それはつまり台湾が中国からの軍事侵攻を受けた場合でも、今回のウクライナ戦争と同様にアメリカは直接の軍事力による介入を行わないのではないかとするものであり、台湾においては世論調査等でもその考えが多数派となってきている。そのため台湾の独立を支持する人々の多くはアメリカの介入を当てにせず、中国に対する自己防衛を全うできるだけの軍事力の整備を行うべきだとの考えが主流となってきており、このあたり日本などとは大きく異なる。ただし日本の安全保障や外交の専門家の一部からは、むしろロシアのウクライナ侵攻は中国に安易な台湾への軍事侵攻を思い止まらせる方向に作用したとの見解も出されており、その意を知れば確かに標的が合うとも感じられる。これはウクライナへの軍事侵攻を強行したロシア軍が同国軍の頑強な抵抗に遭遇し甚大な被害を被っていることや、それでも侵攻を止めないロシアが西側諸国からの大規模な経済制裁を受けている現状を鑑みての言説だろう。小麦などの食料や石油、天然ガス等の資源の輸出で外貨を獲得しているロシアに対して、中国は西側諸国の様々な産業のローエンドな生産部門の向上を担うことを経済の源泉としており、経済制裁の効果はその日ではなかろうという理論である。このため中国自身が武力侵攻による台湾侵攻は割に合わず、仮に強行して苦戦を強いられた挙句に短期間でそれが成功しなかった場合には、今の共産党の独裁体制にも歪が生じかねないと、ある種合理的な判断をするであろうとの見方だ。ただし中国は台湾への武力侵攻を一旦棚上げしただけであり、政治的な手法をもって、具体的には台湾の政権を中国との併合を選択する国民党政権の成立を後押しすることで、半ば合法的な形で推進する方向には変わりがない。仮にこうした形で台湾が民主的な手続きを踏んで自ら中国への併合を選択した場合には、
西側諸国が掲げる自由や民主主義といった価値観を利用して、中国は目的を達成することとなり、外野の国々が口を差し挟む余地はなくなる恐れがある。海上自衛隊最新鋭護衛艦もがみが横須賀基地に到着しています。今回はこの最新鋭護衛艦もが身を詳しく見ていきますね。なんといっても注目は UUV や OQ-911 ソナーなど多岐にわたっていますが、性能と乗組員の数ではないでしょうか。マジですごい。2022年4月28日、海上自衛隊の新型護衛艦であるもが、身型一番艦で、ネームシップの、も、がみが、建造元の三菱重工業者の中崎造船所より、同隊に引き渡され、新たな戦力として、横須賀基地の掃海隊群の一隻に加わった。も、がみは一番艦であるものの、搭載する機関部のトラブルにより、当初の予定よりも若干収益が遅れ、同2番艦である熊野の方が先に3月22日に収益を果たしており、もが身型としては2番目と順序には逆となった。もが身型護衛艦は基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長 133.0m。全幅 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの艦体を持ち、近年の軍艦らしく、ステルス性を考慮した凹凸の少ないシルエットが特徴である。も、がみに関しては、初動でトラブルに見舞われてしまった形の機関部ではあるが、ディーゼルとガスタービンの両機関をハイブリッド化したコダグ方式を採用しており、最大で出力7万馬力、30ノットの速力を発揮する。このもが身型に搭載されたコダグ方式は、ドイツ満車製の 12V28-33D STC ディーゼル機関2機とイギリスロールス・ロイス社の MT30 ガスタービン機関1機から構成されており、主として全社が、定速時の推進を担う。当初の設計時の構想では、30ノットよりも高速航行が可能なウォータージェットによる推進方法も検討されたというが、燃費面での実用性を考慮した場合にメリットが薄いと最終的に判断され、現行の方式に落ち着いたという。また、昨今、こうした艦艇が攻撃される可能性の高い対艦攻撃兵装を鑑みた場合でも、たとえ最大速力が40ノットを超過する高速を発揮したとしても、30ノット時に比べて、大幅な生存性の向上にはつながらないとの、現実的な見方をしたのだとも思える。ただ、こうした速度面での高速性も、
初期には考慮されたためもあり、もが、身型の形状は、トリマラン、三導線型も検討されたというが、前述の燃費面や防御面を総合的に勘案して、結果的には、オーソドックスな単導線型が採用されている。も、が、身型は、近年の軍艦らしく、精進化に注力をしており、乗組員数は、この規模で90名と抑えられており、これは、毎級にあたる、阿武隈型護衛艦の乗組員数120名であるのと比しても、25% もの削減に成功した数値となっている。阿武隈型護衛艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートル、深さ 7.8 メートルの艦隊であるため、もが、身型よりも、はるかに規模が小さいことも合わせれば、その省力化は、一層顕著である。海上自衛隊の艦士の区分としては、毎級の阿武隈型は、DE と称される小型護衛艦だったが、も、が、身型には、FFM という、新たな名称が付与されており、これは、フリゲート艦を指す FF と、機雷、マインや多用途、マルチパーパスの M を組み合わせたものと言われている。この FFM という、新たな艦種記号が示す通りにもが、身型は、通常の各国の海軍が運用する艦艇としては、駆逐艦より、小型のフリゲート艦にあたり、そこに、さらに、対機雷戦闘を担う、艦艇だった掃海艇の機能を付け加えたものと言えるだろう。海上自衛隊が、自らフリゲート艦を呼称する艦艇を配備するのは、実に50年ぶりのことであり、アメリカ海軍から供与されたタコマ級フリゲート艦を、クス型護衛艦と呼んで、1953年から1972年の退役まで、18隻運用して以来のこととなる。ちなみに、このスク型は、基準排水量1450トン、満載排水量2250トン、全長 93.3 メートル、全幅 11.4 メートル、深さ 5.3 メートルの規模であり、これに乗組員数は170名とされていたので、いかに多くの人員を必要としていたのかも興味深い。さてもが、身型の主な兵装だが、まず、対空用途向けには、アメリカとドイツで共同開発されたリム -116 を一機装備しており、固艦防空用の近接ミサイルシステムとして使用されるもので、マーク45-62口径5インチ単装砲も同用途にも対応し得る。ただし、マーク45-62口径5インチ単装砲は、近年では対艦兵装が主になると考えられており、これに加えて、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒2機とともに、敵の水上戦闘艦に対する攻撃を担うことが、も、が身型では想定されていると言えよう。またもが身型では、マーク、41VLS、垂直発射艦を16セル搭載する予定であるが、ここに装備するミサイルの種類を今後確定する予定であるため、も、が身、熊野、の2隻は、現在の収益時点では、搭載を見送っている状態にある。この、マーク、41VLS、垂直発射艦を16セルには、丸7式垂直発射魚雷投射ロケットの運用も見込まれているため、マーク、32-324mm 3連装単魚雷発射艦2機とともに、対潜水艦用の兵装となるものと考えられ、高度な追戦能力の保持が想定される。も、が、身型の特徴として注目されているのが、従来は、掃海艇部隊が担ってきた対機雷戦の能力を付与されている点であり、そのためのソーナーシステム、OQQ-11 と、無人機雷除去用の水上無人機、USV と、機雷捜索用の無人機、
UUV が搭載されている。これは、従来の掃海艇部隊が、旧ソ連を最大の仮想敵国としてきた冷戦構造時代の終焉とともに、その役割の縮小に合わせて削減されていた現状を、新たに対中国向けて、南西諸島の島嶼防衛に対応すべく起訴された装備である。今後は、中国軍が、日本の南西諸島への上陸を敢行してくる可能性を考慮して、も、が味方では、機雷の敷設及び、除去の両面を実現しようと考えられているものであり、日本の防衛戦術、戦略の変化の一翼を担う装備だと言えそうだ。も、がみ、熊野の両艦は、横須賀基地を拠点とする、掃海隊軍に配備されており、ここは、対機雷戦闘と水陸両用戦闘の両面を担う部隊であり、南西諸島の島嶼防衛に向けた、新たな取り組みに、今後踏み出していくことが、期待されている。も、が味方が搭載する、追機雷戦闘用のソーナーシステム OQQ-11 は日本の日立製作所が開発したもので、無人機雷除去用の水上無人機 USV はジャパンマリンユナイテッドディフェンスシステムズ ZMATS が試作を進めている。この無人機雷除去用の水上無人機 USV は海風と呼称される試作機であり、全長が11メートル、全幅が 3.2 メートル、満載排水量が11トンで、ウォータージェット推進を採用していると報じられている。また、機雷捜索用の無人機 UUV には、三菱重工業者が開発した OZZ-5 オモが味方は搭載しており、これは自立航行が可能であり、全長は約4メートル、全幅が 0.5 メートルの大きさであり、フランスのタレス社の技術も採用されている。フランスのタレス社は、同国の首都、パリの近郊にあるラ・デファンスに本拠を構える軍需企業であり、同国政府が筆頭株主で約 26.4% の株を保有している国策企業で、ことに、ヨーロッパにおいては、西側諸国の各種のプロジェクトに関与している。今回、このタレス社は、三菱重工業者が開発した OZZ-5 に対して、その高周波の合成開口ソーナーであるサムディスを提供しており、近年進化を遂げているステルス性能を付与された機雷の探知に大きく寄与することが見込まれている。余談であるがも、が味方が搭載する追機雷戦闘用のソーナーシステム OQQ-11 を開発した日立製作所は、2021年8月に参加の日立レール社が、ダレス社の鉄道信号関連の事業を、およそ2150億円ほどで買収すると、発表している。財務省が戦車不要論を打ち出しているとの情報をキャッチしました。今回はこの戦車不要論を詳しく見ていきます。
人マルチ規制車は結構高額ですが、戦略的な見直しを図るなら、必要になるのではないのでしょうか。ハイテク兵器は、安価で性能もいいです。2020年のナゴルノカラバフ紛争におけるアゼルバイジャン軍の戦果、そして現在侵攻家たちの2022年2月に始まってしまったウクライナ戦争における同国軍のロシア軍への前線から戦車に対する評価も揺らいでいる。前者のナゴルノカラバフ紛争においてはアゼルバイジャン軍が配備していたトルコ製無人航空機のバイラクタル TB2 が名を挙げ、その対戦車兵装によって、アルメニア軍の戦車や装甲車両に、大きな打撃を与えた。飛行速度自体は、最大でも、時速 200km を超過するに過ぎないのが、バイラクタル TB2 であり、通常の防空網が機能している状態であれれば、容易に、敵の戦車や、装甲車両への攻撃のために接近することすら困難だと、当時は思われていた。しかし、アゼルバイジャン軍は、アルメニア軍の防空網に対し、おとりとなる旧式のレシプロ航空機を飛行させて、その防空装備類の正確な位置を把握、先にこれらを無効化することで、その後の戦車や装甲車両への攻撃を可能にしたとされる。このアゼルバイジャン軍の戦術によって、一躍世界に名を馳せたバイラクタル TB2 ではあったが、そうした戦術が通用したのは、もともと脆弱な防空能力しか保有していないアルメニア軍が相手だったからだとの指摘も一部からは上がっていた。そして、そのような無人航空機等に対しても高い対処能力を有すると考えられてきたのがロシア軍であり、実際に近年のシリア内戦においては、敵対するテログループの無人航空機による攻撃を防止した実績があった。それゆえに、ロシア軍部隊のような敵の無人航空機の飛行、接近を、妨害可能な電子戦装備を持つ軍隊に対しては、バイラクタル TB2 の優位性は発揮できないと思われていたのだが、こうした評価が覆ったのが、ウクライナ戦争でもある。ウクライナ戦争における、同国軍は、高度な電子戦能力を有すると考えられていたロシア軍に対して、その戦車や装甲戦闘車へも、決して少なからぬ損害を、やはりバイラクタル TB2 を用いて与えており、全評判を大きく上回る戦果を挙げた。これは、ウクライナ戦争における同国軍の抵抗の象徴として、多少、バイラクタル TB2 の戦果を大げさに喧伝している部分もあるようだが、運用方法によっては、高度な電子戦装備を持つ敵に対しても、同機が効果を発揮し得ることが示されたと言える。さらに、今回のウクライナ戦争においては、同国軍に西側諸国から供与された対戦車兵器が大きな戦力となっており、アメリカからの FGM-148 ジャベリンや、イギリスからの NLAW 等の歩兵携行型の対戦車ロケットが多大な戦果を上げている。公式に発表された各種の動画や写真等から独自にウクライナ戦争の損害を集計していることで知られているオランダのオリークスブログによれば、5月頭の時点でロシア軍は占領を超過する戦車を破壊もしくは露獲されているとされている。ちなみに、このオリークス、ブログによれば、同様の期間でのウクライナ軍の戦車の損失は、およそ150両ほどだと、カウントされており、そもそも、開戦時から、同軍が保有する戦車が、ロシア側より少ないことを差し引いても、ウクライナ側の前線が忍ばれる。ウクライナ軍に供与されている、アメリカ製の FGM-148 ジャベリンの場合、製造元が公表している命中率は、およそ 94% となっており、一度標的にされてしまえば、そこから逃れることは、非常に困難な兵器であることは、疑いの余地はない。
こうした歩兵傾向型の対戦車ロケット兵器が高い命中率を示しており、実績も上げていることから、前述のバイラクタル TB2 等の無人航空機と合わせて、それらがあれば、敵からの敵になりやすく、高額な戦車を運用する必要性は、薄いとの声も、一部で聞かれる。ことに、日本においては、太平洋戦争後の自衛隊について、ほとんど国是のように、攻撃的兵器を保有することへの批判が、政治的に堅固だったこともあり、こうした歩兵傾向型の対戦車ロケット兵器があれば、戦車は不要との意見も、今回噴出しているようだ。しかし、今回のウクライナ戦争においても、同国軍の前線を強調する意味もあって、FGM-148 ジャベリンや NLAW の効果は、必要以上に持ち上げられている説もあり、ロシア軍の排除に力を発揮している最大の兵器は、やはり火砲だと見られる。これは、ウクライナ軍のトップである、ザルジュニー総司令官の言葉からも明らかであり、今回のウクライナ戦争でも、偵察用の無人航空機から得られた戦場の情報に基づいて行われる、正確で強力な火砲による射撃が最も貢献しているという。そもそも、FGM-148 ジャベリンや NLAW 等の歩兵傾向型の対戦車ロケット兵器は、最大でも、射程距離は2000メートルほどと極めて短く、歩兵自身が身を隠せる遮蔽物が、ふんだんにある市街地等での運用が主体であり、使用状況、場所が限定される。しかも、歩兵自身は、一度居場所を特定されて攻撃されてしまえば、極めて犠牲を出しやすい、脆弱なものであり、あくまでゲリラ戦的な防御戦術の中でしかそうした、対戦車攻撃能力を発揮させることは、難しい兵器だと言えよう。2022年5月に入り、ウクライナ戦争も、次第に、西側諸国からの支援兵器が、最前線に投入され始めた同国軍は、今後は、ロシア軍を、自国領土内から、駆逐するための反転攻勢に向かうものと予想されているが、その主役は対戦車ロケット兵器ではない。反転攻勢に欠かせない兵器とは、敵を上回る長距離から、精緻な砲撃が可能な火砲であり、これは、ウクライナに供与された M777-155mm 榴弾砲や、自走砲 BZH-2000 が担い、その後、大量の T-72 戦車が投入されることが予想される。ウクライナ軍としては、M777-155mm 榴弾砲や自走砲 BZH-2000 で、ロシア軍の戦車等を含む戦力を削った後に、数的な優位をもって戦車を投入し、ロシア軍全体を自国領内から一掃する戦術を採用するのではないかと思える。ウクライナは、大陸の内陸国ゆえに、ロシアの戦車をはじめとする部隊の侵攻を受けたが、日本の場合は、旧ソ連が1991年に崩壊するまでの冷戦期には、それらが北海道に上陸してくる可能性を考慮して、戦車の配備を行ってきた歴史がある。ここ近年は、日本の防衛上の最大の焦点は、一番手の仮想敵国となった中国が、南西諸島への侵攻を起とするケースであり、これに向けた当初防衛をいかに行うのかが、防衛装備品の調達も含めて、懸案事項となっている。日本の陸上自衛隊は、全体数を継続的に削減しながらも、2010年から、国産の第4世代戦車である、ヒトマル式戦車の調達を開始しているが、今回のウクライナ戦争の戦訓を受けて、今後も、新型の戦車の開発を継続すべきかが検討されることが予期される。個人的には、四方を、広い海に囲まれた日本に対し、敵側が主力戦車を多数揚陸させることは、非常に困難だと思えるため、16式機動戦闘車のような車両で、戦車の代替を図る方が、理にかなっているとも感じるが、完全に戦車が廃止される日は、
まだ当分訪れないだろう。中国がゴビ砂漠に日本の基地をそっくりに作り、ミサイル発射実験をしている情報をキャッチしました。今回はここから見えてくる日本の防衛秘蔵について詳しく見ていきますね。中国の失態は今後中国離れへと向かい、中国製品や中国企業離れを誘発していきます。中国一国だけでは崩壊しかありませんよね。ソロモン諸島を奪還へ。2022年5月22日に予定されているアメリカのバイデン大統領の訪日を控え、日本の報道各社は、現岸田政権が対外的にも大幅な防衛費の増額を会談時に提示すると見ており、従来同様に各社の立場に則った論調が展開された。かなり大雑把に分ければ、いわゆる保守系と召されるメディアでは、日本の防衛費の増額を昨今の世界や東アジアの動向から容認し、リベラル系と召されるメディアでは、お決まりの日本の軍拡を非難していると言ってよいだろう。折しも、5月20日には、中国が内陸部の新疆ウイグル自治区内に設置した砂漠の射爆場で、日本の航空自衛隊が配備している AWACS 早期警戒管制機 IF-2 戦闘機にもしたと、おぼしき標的を設置していることが衛星写真で確認された。こうした事象は、すぐにでも中国が日本への攻撃を意図しているというような短絡的な思考に陥ることは賢明ではないものの、明らかに何らかの有事の際には障害となり得るであろう、こうした航空自衛隊機の排除を中国が念頭に置いていることは間違いない。こうした中国の射爆場のあり方が台湾有事を想定したものなのか、単に日本を直接的に標的にする意図が込められているのか判然とはしないが、日本の戦力に対抗する攻撃力を保持すべく準備をしているのは明らかだ。言うまでもなく、日本はこうした準備を進めている中国やウクライナへの侵攻を行ったロシア、そして各種の大陸間弾道弾や巡航ミサイルの開発を続ける北朝鮮を隣国に抱えており、周辺諸国の軍事的脅威にさらされている。ウクライナ戦争の世紀は、日本自体が好むと好まざるとに関わらず、この太平洋戦争の世界で、20世紀型の戦争に直面する可能性は、低いと思われてきた、昨今の状況に、いやおうなく厳しい現実を突きつけているようにも思える。こうしたウクライナ戦争を目の当たりにしたことで、日本の世論は、おおむね、防衛費の増額に賛同する方向が多数派になっていると思われるが、この2022年の参議院議員選挙で、そうした傾向が強いことは、
明白になると考えられる。さて、大枠の日本の現在の防衛費であるが、この2022年度は総額でおよそ 5.4 兆円で、対 GDP 比で 1% 前後を堅持しており、1976年に当時の三木政権が打ち出したその比率を大幅には変えることなく推移してきたといえる。日本の与党、自民党内では、この防衛費の対 GDP 比を従来の 1% 前後の数値からおよそ 2% を目安に段階的に引き上げていく。党内のコンセンサス統一を終えており、これは総額でおよそ11兆円に相当する金額となる。アメリカの前トランプ政権は、自国の軍事費の負担を相対的に下げて、選挙で掲げてきたアメリカファーストの実現を目指し、NATO 加盟国には、やはり、対 GDP 比で 2% 以上の軍事費を拠出するように、政治的に働きかけていた。この例もあり日本も、NATO 加盟国のこうした指標になぞらえて、防衛費を対 GDP 比で 2% まで引き上げることは当然との意見も多いが、誤解を恐れずに言えば、この比率の元となっている防衛費の内訳は、NATO 加盟国と同じ構成ではない。NATO 加盟国の軍事費の内容には、退役した軍人への恩給や、国際連合による平和維持活動への費用、日本では海上保安庁が担当している海上警備の費用等も含まれており、これらを含まない日本とは単純に比較はできない。こうした NATO 加盟国の軍事費の算定基準に日本を当てはめて検討た場合、2021年度は総額でおよそ 6.9 兆円となり、これは対 GDP 比から見ればおよそ 1.24% に相当しており、1% 前後とされてきたものより当然多くなっている。これを踏まえた上で NATO 加盟国との防衛費軍事費の比較を行ってみると、同組織において最大の経済規模を誇るドイツが2021年でおよそ 1.49% となっており、同国もウクライナ戦争を受けてこれを総額 2% まで引き上げる方針を打ち出している。ドイツはこれまでもアメリカから軍事費の支出割合を引き上げるように再三にわたって政治的な圧力を受けていた状況にあったが、正直なところ経済優先の政策を変えようとはせず、経済規模には見合わない軍事費だと言えた。これはドイツは1991年の旧ソ連崩壊まで旧ソ連の勢力圏下にあったポーランドと直接国境を接していたことから、冷戦期には東西対立の最前線だったものがポーランド等の西側諸国へのくら替えによりその圧力から解放されたためだ。旧ソ連は解体後同国派はその中核だったロシアへと移行したが、ドイツは恐れていた旧ソ連圏の陸上戦力とは直接国境を接さなくなったことから、冷戦時とは打って変わって軍事に関する危機意識は著しく低下したと考えられる。これでもドイツは対 GDP 比でおよそ 1.49% と日本と同様な基準で比べても大きな軍事費の拠出は行っていたが、近年は前述の地理的な要因から戦力の縮小が進み、戦車や戦闘機の稼働率の低さはたびたび話題となっていた。そのため今回のウクライナ戦争の勃発に際してこうして弛緩した軍事費の見直しに今一度着手したと言えるわけだが、具体的な装備として何を強化することに増加させた予算分を充当するのかは今後の注目点となるだろう。また北欧のスウェーデンとフィンランドの2カ国もロシアによるウクライナ侵攻を契機として武装中立路線から NATO への加盟に大きく舵を切ったが、やはりスウェーデンも
軍事費の対 GDP 比 2% を目標に掲げている。さて、日本に話を戻せば、NATO 加盟国の算定基準で、2021年度がおよそ 6.9 兆円だった防衛費は、これを 2%、およそ11兆円まで引き上げる場合には、4兆円以上が必要となるが、どこから捻出するのかが、まず政治的な課題に挙げられる。他の西側諸国や新興国等とは異なり、日本は経済自体が近年は特に伸び悩んでいる状況にあり、経済成長だけを基盤として防衛費の増額を目指すことは現実的ではないと思われるため、緊縮財政も他の日本の防衛費が実際に11兆円という水準に達することとなれば、総額でインドを抜いて、アメリカ、中国に続く世界で、3位の金額となるとして、その是非を問う論調も、リベラル派からは、多数上がってきている。しかし、そもそも、日本の GDP の総額は、中国に抜かれたとはいえ、未だ、世界でそれに続く第3位であり、防衛費も、こうした経済規模に連動すると考えれるならば、何ら疑問視するような順位でも金額でもないというのが、個人的な本音である。日本の自衛隊は、専守防衛を旨とする組織であり、軍隊ではないのだから、攻撃的な兵器を持つことは許されないという、リベラル派のお約束の主張があるが、攻めてくる側からすれば、これほど、好都合な自主規制は、他にないだろう。内陸国であるウクライナと異なり、四方を広い領海で囲まれた日本は、仮に他国から攻められた場合でも、おいそれと、その領海防衛に必要な兵器の支援を他国から受けることは困難であり、自前で備える必要性は言うまでもないはずだ。アメリカ海軍主催のリムパック2022に韓海軍が参加するとの報道が入ってきました。今回は、この韓海軍リムパック参加予定の馬良島強襲揚陸艦と214潜水艦を詳しく見てきますね。最新鋭 SLBM 潜水艦で参加すれば注目を集めたんですが、長距離は、今年2022年は、アメリカ海軍が主催する、環太平洋合同演習、リムパックの開催年に該当しており、6月下旬から8月初旬にかけて、従来通りの実施場所である、ハワイ近海の空海域へと参加する各国の、艦艇や航空機が参集する予定である。環太平洋合同演習、リムパックは、その名称が示す通り、主として、太平洋に面するアメリカの同盟国や、それに類する国が参加する世界でも最大規模の合同軍事演習であり、初の開催は今から51年前の1971年だった。開始された最初の1971年の環太平洋合同演習、リムパックへの参加は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国の各海軍であり、
アングロサクソン系の国々の行事という色彩が濃かった。その後、環太平洋合同演習、リムパックは、1974年を除き、1971年から1978年まで、破棄本毎年開催されたが、以後は各年実施へと変更され、それに伴い、参加国と参加する部隊の規模も増加を続け、世界最大規模を誇る合同軍事演習となっている。日本も、1980年開催の環太平洋合同演習、リムパックから毎回参加を継続しており、海上自衛隊の護衛艦や航空機を派遣。さらに、2014年からは、現在の陸上自衛隊の第一水陸機動連隊が参加する等、参加部隊の範囲も拡大させてきた。そうした中で、経済は中国、安全保障はアメリカと表現されるお隣の韓国はといえば、日本に遅れること10年の1990年に初参加を果たしており、韓国海軍艦艇を派遣して、環太平洋合同演習、リムパックのメンバーの一員となっている。環太平洋合同演習、リムパックは、2018年の開催においては、合計26カ国から、潜水艦を含む50隻以上の艦艇、約200機の航空機、延べ2万5000名以上の兵員が参加して、盛況を極め、アメリカ海兵隊や日本の水陸機動団による、水陸両用演習も行われた。しかし、前回の2020年の開催は、世界的な新型コロナウイルスの流行を受けて、こうした水陸両用部隊の合同演習は、見送られて艦艇のみとされたほか、参加国自体も10カ国に止まり、期間も大幅に短縮され、8月後半の2週間での実施となっていた。ただし、今から思えば興味深いのは、この環太平洋合同演習、リムパックは、主として、アメリカの同盟国や、それに類する国が参加すると、表記したが、これに必ずしも限定されず、かつては、意外な国々も参加したことがある点だ。2012年には、ロシア海軍の艦艇が参加を果たしており、続く2014年、2016年の2回には、中国海軍の艦艇が参加を行ったこともあり、今現在のウクライナ戦争等の世界情勢から鑑みれば、今後は、そのような展開が起こり得ないことは確実だろう。さて、韓国は、今年2022年の環太平洋合同演習、リムパックに際して、すでに、参加のために派遣する艦艇の艦名を公表しており、それは、潜水艦、シン・ドルソクと、標集揚陸艦の、マラドの2隻であるとされている。潜水艦、シン・ドルソクは、孫元一、孫ボニル旧潜水艦の最終の吸盤艦として、2020年1月に、収益を果たした艦艇であり、ドイツのホバルツベルケドイツ造船が手掛けた輸出仕様の214型潜水艦の韓国海軍向けだと位置づけられるものだ。214型潜水艦は、本国ドイツとイタリアで運用されている212型潜水艦をベースとして、これを輸出仕様にしたもので、韓国以外にも、ギリシャ、トルコ、ポルトガルなどの国々でも調達されており、機関部には、燃料電池式の非対機依存方式を採用している。韓国海軍では、この214型潜水艦を、ヒュンダイ重工業者で6隻、デウ造船海洋社で3隻の合計9隻をライセンス生産によって建造しており、1番艦の孫元一、孫ボニルは2007年12月に収益を果たし、自国内での潜水艦建造能力の蓄積に活用したと考えられる。シン・ドルソクを含む孫元一、孫ボニル旧潜水艦は、水上排水量1700トン、水中排水量1860トン、全長 65.0 メートル、全幅 6.3 メートル、喫水 6.0 メートルの規模であり、
水中最大速力は20ノット、乗員数は27名と消費と化がされている。孫元一、孫ボニル級潜水艦の主兵装は、艦首に備えた8門の 533mm 魚雷発射艦であり、ここからは、通常の魚雷のほか、アメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルや、国産の天竜対地巡航ミサイルを運用することが可能であると、説明されている。ただし、孫元一、孫ボニル級潜水艦は、一番艦の孫元一、孫ボニルを含め、スクリューからの想定以上の騒音の発生、搭載する燃料電池のトラブルなどに見舞われ、戦力化に遅延を生じたことが、たびたび報じられた艦艇であり、潜水艦建造の難易度の高さが垣間見、絵とも言える。こうした孫元一、孫ボニル級潜水艦で発生した、想定以上の騒音の発生の原因は、おおむね、ドイツ本国と韓国との工作制度の技術力の違いによるものとの見方が多数を占めており、ライセンス生産といえ、とそのギャップが大きく作用することの証左とも言えそうだ。さて、今回の環太平洋合同演習、リムパックに、韓国が派遣を決めている2隻目の艦が、強襲揚陸艦のマラドだが、こちらは、独特級揚陸艦の2番艦であり、現時点での韓国海軍で最大規模の水上戦闘艦となっている。マラドは基準排水量 14,500トン、満載排水量 19,000トン、全長 185.0m、全幅 32.0m、喫水 6.5m の艦体を持ち、最大出力 41,615 馬力の機関部によって最大速度22ノットを発揮するとされる。このマラドの規模艦は、日本の海上自衛隊の艦艇であればヒューガ、片護衛艦と近似であり、同艦は、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0m、全幅 33.0m、喫水 7.0m である。マラドは、独特級揚陸艦の一番艦である、ドクトが、2007年7月に就役した後、実に14年の歳月を経て、2021年6月に就役した経緯があり、レーダーセンサ類や兵装の一部に国産品を取り入れるなどの変更を施している。マラドは全通式の飛行甲板を備えており、最大で5箇所で同時発着陸が可能な設計となっているが、韓国内でたびたび話題となっているような F-35 ライトニング 2B 型等の固定翼、機の運用はできず、大型ヘリの運用に止まる。これは、マラドの全長が短いことによる飛行甲板自体の短さもさることながら、F-35 ライトニング 2B 型が発着陸時に発する、高温の排気熱への対応や、エレベータ自体が、そうした固定翼機を運用する仕様ではないことが大きい。マラドは、全通式の飛行甲板上に、前後2箇所のエレベータを装備しているが、いずれも、インボード形式で、最大耐荷重量は19トンであり、最大離陸重量が27トンに達する F-35 ライトニング 2B 型の運用には、もともと無理がある。そのため、マラドは、最大で、10機程度のヘリコプターの搭載が可能な艦艇であり、これらと後部のウェルドックに、収容可能な大型のルスヒ型やクッション型揚陸艇2隻で、上陸部隊の兵員を吸収揚陸させることを機としている。ただし、韓国海軍では、マラドら独特級揚陸艦の建造実績を経て、さらなる大型艦艇の建造、つまり、国産航空母艦の建造へと、そのノウハウを活用する方向にあり、今年2022年中には、その発注先も決定すると見られている。
中国潜水艦の潜航深度が日本の半分程度である理由に中国のネットで議論。日本の工業技術は本当にすごいや、中国の潜水艦は日本を超えているなど様々。また、時速30ノット以上の海上自衛隊艦艇に中国海軍は艦排説には早ければ勝てるというのか？これは戦争？それとも徒競走？といった意見等が見られたが、果たしてその真意は？今日は中国が日本の潜水艦に様々な反応を示している。特に潜航深度に関する意見にはかなり興味を引くものがある。中国が羨むいことは、我が国の潜水艦技術がいかに世界中で最も優れているのかの証でもある。以下、ネット上で見られた中国のユーザーや報道機関の気になる反応と合わせて、その背景についても解説することにする。2017年2月3日、中国のポータルサイト、今日頭上は、中国の潜水艦の潜航深度が、日本の潜水艦の半分だけである理由について分析する記事を掲載した。記事は、日本の、総、流型潜水艦を紹介。ステルス性に優れ、潜航時間が長く、センサーは敏感で、先進的な、魚雷やミサイルを装備していると伝えた。中でも、総、流型水艦の潜航深度が深いことに注目している。日本政府による正式な発表はないものの、記事は、最大潜航深度が604メートル、通常潜航深度が500メートル前後であると分析しているが、これは中国の潜水艦の約2倍の深度になるということである。この理由について、記事は、船体の材料に中国が作ることのできない高破離力鋼 NS110 が採用されているためだと紹介している。ちなみに、高張力鋼 NS110 波高強度で耐圧性が高いため、深い潜航深度を実現することが可能なのであるが、最大潜航深度が604メートルは、世界的に見ても非常に深い深度であり、さらに、ノイズ低減の工夫もされているため、ステルス性が増強していると伝えた。これに対し、中国のネットユーザーからは、特殊鋼材だけじゃない。ロケットやエンジンでも日本に及ばないや、日本を甘く見てはダメだ。日本の工業技術は本当にすごいと、日本の技術力を高く評価するコメントが多く寄せられた。しかし、中国の潜水艦は、潜航深度だけでなく各方面で、とっくの昔に日本を超えているよ。ただ政府が公表していないだけ。でも、中国の有人潜水艇は、7000メートルまで潜れるんだぞ。中国に作れないわけがないだろうなど、中国も劣ってはいないとの主張や、中国の潜水艦の潜航深度は秘密だし、日本の潜水艦もそうだ。筆者は、どうやって、この秘密を知ったのだ？と、指摘するユーザーもいた。話は変わるが、上記記事の1年前の2016年2月3日、中国の掲示板サイトに、日本の艦艇は時速30ノット以上なのに、中国は20ノット尖閣。諸島で戦争になったら、日清戦争の二の舞になると、題するスレッドが立った。スレ主は、ここで、中国のエンジンは、航空機のみならず、艦船無駄だ。日米の艦艇は、基本的に時速30ノット以上なのに、中国は20ノット。に過ぎない。尖閣諸島で戦争になっても、日清戦争の二の舞になるだけだと主張した。
していると主張している。これに対して中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。その多くがスレヌ氏の意見に否定的で、早ければ勝てるというのか？これは戦争？それとも徒競走？いや、未だに速度で競っているのか？150年前の海戦の思考だな。20ノットも30ノットも対艦ミサイルからすれば同じようなもの。今は火器の威力で比べる時代だ。ならば、中国のミサイル艇が一番強いことになる。時速60ノットは出るぞ、といった速度面か。らのものが多く見られた。この他には、100年以上前の戦争と現代の戦争を比べられるわけがないだろうや、戦闘機やミサイルより速いのか？日本の艦艇は、中国船を見つけられないうちに撃沈するさ。日本が最も恐れているのは、中国の潜水艦だといった自国の兵器の優秀性を上げるものや、中には、核兵器があるのとないのとでは、天と地ほどの差がある。中国は、もしもまた負けることになれば、核爆弾をお見舞いするさ、といった核に関する、物騒な意見もあった。少数意見としては、日本と戦争するのに海に出る必要があるとでも言うのか？ミサイルを撃ち込めばいいだけで海に出る必要などまた、苦難や、議論は、日本の艦艇が、音速を超えてからにしようぜ、ものであった。次に、話は潜水艦に戻るが、中国メディアの、今日頭上波12日、海上自衛隊の、双竜型潜水艦は、非常に優れた潜水艦として評価されていることを伝え、日本に比べると、中国の通常動力型潜水艦には、何ら強みはないと主張する一方、その代わりに、中国には原子力潜水艦が存在すると主張する記事を掲載した。記事は、さらに、日本について、世界で最も追戦能力の高い国の一つであると伝え、日本は、金属の生成や溶接に関する技術も世界一流であるため、潜水艦の先行深度も非常に深いはずだと指摘。また、竜型潜水艦は、非対機依存推進、AIP を採用しているか、ソナーなどの電子設備も優れていて、世界で最も優れた通常動力型潜水艦の一つであるのは、間違いないと強調した。続けて、中国でも、近年は、潜水艦に関する、技術力の向上が見られ、電子設備や AIP、ディーゼルエンジン、魚雷などにおいては、大幅な進歩を遂げ、日本との差も、過去に比べれば縮小していると、主張している。しかし、中国の039型潜水艦が、たとえ、世界一流の潜水艦であるとしても、各方面の性能は、雨竜型潜水艦とは、大きな差があるのが現状であると、強調し、それだけ、竜型潜水艦は、優れているのだと論じた。一方、竜型潜水艦が、どれだけ優れていても、結局のところは、通常動力型であり、原子力を動力とする、原子力潜水艦には敵がないと主張し、中国は弾道ミサイル搭載を搭載した原子力潜水艦を複数保有しているとも述べている。結果、日本の通常動力型潜水艦がどれだけ優れていても、中国にとって大きな脅威にならないとの見方を示した。中国のコメントを見ていると、日本の潜水艦が羨ましいのが、はっきりと見えてくる。それと、自国の技術が、まだ、世界レベルにはないとのことを、知ってかどうか気になるところである。しかし、最後には、原子力潜水艦や核の保有で、日本より優位に立っていると、
主張しているあたりは、やはり中国政府、否中国共産党の面目躍如である。北朝鮮が短距離弾道弾を8発発射し、米韓で翌日に8発の牽制発射の情報をキャッチしました。今回は B-1B 戦略爆撃機が最前線へ配備を詳しく見ていきますね。中国、ロシア、北朝鮮と活発化しており、日本は穏やかなムードはいられない状況へと来ています。日本では穏やかな日曜の朝を迎えていたはずの2022年6月5日、北朝鮮はわずか30数分という短い時間内に少なくとも4カ所から日本海方面に向けて合計8発もの短距離弾道弾の連続発射を敢行し、朝鮮半島に危機感が高まっている。韓国軍の見解によれば、この今回の北朝鮮の短距離弾道弾は、火星シリーズに分類されるもので、アメリカ軍のコードネームでは、KN23 および KN24 と呼ばれているタイプであり、いずれも移動可能なプラットフォームから発射された模様だ。KN23 は、イスカンデルの通称でよく知られている、ロシア製の9キロ720短距離弾道弾に、類するものだと考えられており、推進剤として固形燃料を使用して車両搭載型で運用し、ロシア軍では2006年から配備が進められている。イスカンデルは国内のロシア軍向けのものが M 型で、最大射程距離は約 400km、海外輸出向けの E 型が同約 280km と見られているが、ことに M 型はこれを延伸する余地を持って製造されているとみなされている。これは、旧ソ連、現ロシアとアメリカとの間で、1988年6月から2019年8月まで交わされていた、中距離核戦力全廃条約に基づく措置であり、ここでは、射程距離 500km から、5500km までの地上発射型の弾道弾と巡航ミサイルの保有が禁じられていた。アメリカの前トランプ政権が2019年8月にこの中距離核戦力全廃条約を破棄した理由は、同条約に拘束されない中国がその間に同範囲の射程距離を有する弾道弾、巡航ミサイルの開発と保有を進めてきたことが主な要因だった。ここで生じた弾道弾、巡航ミサイルのアメリカと中国との射程距離のギャップは、2022年6月時点でも未だカバーされておらず、中国のそれらは在日アメリカ軍基地はもちろん、グアム島までも射程距離内に収めるに至ったため、大きな脅威とされている。KN24 は、
昨今のウクライナ戦争でも、ウクライナ軍へのアメリカ・イギリス等からの供与が決まった多連装ロケット砲、それらで運用可能な MGM-140 アタクムスに、外観上はよく似たミサイルと評されているものである。ただし、北朝鮮がアメリカのロッキード・マーチン社が製造している MGM-140 アタクムスを入手し、模造品を製造することは、物理的にも技術的にも、甚だ困難であることが、明白であることから、外観の類似に止まるとの見方が、大勢を占めている。いずれにせよ、北朝鮮が、KN-23、および KN-24 とみなされる複数の形式のミサイルを、複数箇所から、短時間のうちに発射したことは事実であり、これを受けた韓国軍とアメリカ軍とは、翌日の6月6日、GM-140 アタクムス8発を、牽制のために発射したと発表した。ここで用いられた GM-140 アタクムスは、6日早朝の午前4時45分から、およそ10分の間に、韓国軍が7発、アメリカのインド太平洋軍が1発の合計8発を、韓国の東側の沖合の海上に発射したとされ、時間的にも北朝鮮を上回る能力を見せつけた形だ。GM-140 アタクムスはアメリカ陸軍によって1991年の湾岸戦争並びに2002年のイラク戦争で実戦投入された兵器だが、ブロック1、1A、2、2A の4種類が存在し、韓国軍はブロック1を111機、1A を110機調達している。ブロック1は、射程距離約 165km で、管制誘導方式を採用しており、ブロック 1A は、射程距離約 248km で GPS 誘導方式だが、今回、どのタイプを韓国軍が発射したのかの詳細までは公表されていない。その状況は、アメリカ軍が発射した一発も同様であるが、ちなみに、ブロック2は、射程距離約 140km、ブロック 2A が、同約 300km とされており、一口に、GM-140、アタクムスといっても、様々な仕様が存在している。アメリカ軍と韓国軍とは、6月2日から4日にかけての期間、海軍艦艇や航空機を投入した合同軍事演習を敢行しており、アメリカ海軍からは、ミニッツ級大型原子力航空母艦の9番艦で、日本の横須賀を母港とするロナルド・レーガンが参加していた。こうしたロナルド・レーガンのような大型原子力航空母艦が、韓国軍との合同軍事演習を行ったのは2017年11月以来であり、実に4年半ぶりのことであるが、この時も、北朝鮮の弾道弾発射などが相次いだことへの牽制だと目されていた。ウクライナ戦争の勃発で、やや印象が薄れた感はあるものの、今年2022年は、年初より、北朝鮮の弾道弾や巡航ミサイルの発射が立て続けに行われており、アメリカとしては、これを看過できないことから、追加の対策が検討されている。その北朝鮮に向けた追加対応の一番手だと目されているのが、アメリカ空軍が有する B-1B 戦略爆撃機の投入であり、同機は2021年2月時点で、同空軍で62機保有されていたが、これを45機体制にまで削減していく方向が打ち出されていた機体でもある。これらの B-1B 戦略爆撃機は、2022年時点では、すべて、アメリカ本国の航空基地に配備されているが、かつて、2016年には、一時的に、グアム島のアンダーセン基地に、やはり、北朝鮮の牽制目的で全身配備されたという経緯もあった。B-1B 戦略爆撃機は、1986年から、配備が開始された旧式機器ではあるが、全長 44.81 メートル、
全幅最大時 41.67 メートル、全高 10.36 メートルの可変翼を持つ機体で、機体内に約34トンの各種兵装を搭載し、速度マッハ 1.25 で、航続距離は約1万 2000km を誇る。このため、グアム島に B-1B 戦略爆撃機を全身配備した場合には、朝鮮半島まで約2時間で到達することが可能であり、B-2 スピリットのような機体本体に、ステルス性能は有しないものの、北朝鮮程度の防空能力であれば、攻撃は容易だと考えられている。B-1B 戦略爆撃機に24発が搭載可能なロッキード・マーチン社製の AGM-158B ジャスマール空対地ミサイルは 900km 以上の長射程を誇るスタンドオフかつステルス性能を有する巡航ミサイルであり、北朝鮮を領空外から攻撃可能である。またアメリカ空軍でもわずか2機しか保有していない希少な RC-135U コンバット戦と戦略偵察機が中国の領空に向けて飛行したとも伝えられており、暗に北朝鮮の支援を行う同国へのアメリカの姿勢を表したものと受け止められている。RC-135U コンバット戦と戦略偵察機も基本はすべてアメリカ本国、ネブラスカ州のオフワット空軍基地の第55航空団に配備されているが、ここから在日アメリカ軍の沖縄県の嘉手納基地に派遣されるケースも確認されている。そのケースではの C-135U コンバット戦と戦略偵察機は、大半が北朝鮮の弾道弾や巡航ミサイル、また核実験等の監視任務に従事するための行動であるとみなされており、今回の同様の動きが見られる可能性が高いだろう。ウクライナ戦争は、日本にとっても、ロシアの脅威が再認識される事態となっているが、北朝鮮をはじめ、中国と対話の成立しそうにない国々を隣国に持つ危険性は、高まりこそすれ、一向に下がる気配は感じられない。朝鮮半島情勢がここへ来て激変しています。韓国が導入している F-35A ステルス戦闘機ですが、導入当初言われていた話です。今回は、この F-35A 戦闘機、韓国の導入当初の話を詳しく見ていきますね。現韓国政権も同じのように考えています。日本と韓国は、共に、アメリカのロッキード・マーチン社の手による第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2の導入を進めている、最中である。現在、その戦闘機の在り方と運用をめぐって、様々な指摘がなされている。
2020年5月現在で確定している導入計画数は、日本が F-35 ライトニングに、通称、ゲームチェンジャーの陸上滑走路向けの A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型を42機の合計147機が予定であった。これに対して、韓国では A 型を40機導入する計画に止まっており、このことから、日本との保有数の違いが3倍以上の大差となっていることを憂慮する声が、韓国国内から様々な意見が飛び交っている。韓国らしい反応といえばそこまでだが、この状態を放置すれば、日本に東アジア地域の絶対的な航空兵力の優位性を与えてしまうことになるというお決まりの日本脅威論を唱えている。ここまで来ると、お家芸ならぬお国芸と感じてしまう。しかし、これを抜きにしたとしても、実際、韓国の航空戦力としては、当初60機を予定していた F-35 ライトニングに A 型を20機削減していることは、国産の 4.5 世代戦闘機 KFX の問題を多数抱えていると考えられる。韓国がインドネシアと共同開発を進めていた国産の 4.5 世代戦闘機である KFX は、2020年12月7日、海外メディアによると、インドネシアが韓国との戦闘機共同開発を放棄し、フランスとの新規契約を推進中という報道があった。インドネシアは、これ以外にも、韓国の貴重な兵器輸出対対象国となっており、潜水艦も、韓国からの導入を進めていたが、こちらも、追加の建造分をキャンセルして、他国との新契約を進めている。この代替となる潜水艦について、インドネシアは、トルコ経由で、ドイツ製の通常動力型を、非待機依存方式に備えたものを調達しようと、考えを変更し、韓国に対して、連続のしっぺ返しを仕掛けた。これらの KFX や潜水艦の問題に関する、インドネシアの契約をめぐる態度は、国家としての、国際的な審議上からはどうなのかとも思える。こういった視点から見れば、韓国は被害者と言えるのかもしれないが、双方に問題があるのは間違いないだろう。F-35 ライトニング2の調達価格については、付帯する費用もあり、導入する機体数のロットも関係しており、正確な単価を算出することは困難である。一応、日本では約119億円相当であると、公式に報じられている。この費用は、2020年度に日本で予算計上された金額を元にしており、A 型3機で281億円、B 型6機791億円の9機を平均して算出された金額である。単純計算なら A 型94億円、B 型132億円の単価という計算になる。しかし、日本の調達費用と比較して、韓国では、A 型40機を合計で約6400億円、1機あたりに直せば、単価約160億円に、相当に値する。このことから、かなりの割高価格でアメリカから、買わされたと、指摘する声が上がるのは仕方ない。最大で、後残り20機ほどの F-35 ライトニングに A 型戦闘機を追加で購入するかもしれない韓国にとっては、アメリカに足元を救われているように捉えられても不思議ではない。ただし、仮に、韓国が、この追加20機を発注できたとしても、合計での導入機数は、それでも60機もあり、日本の半分以下であることには違いない。アメリカ側からすれば、韓国側の当然のコストという認識かもしれないし、いいかもだとでも思っているのだろう。こうした機体の調達価格以上に、F-35 ライトニング 2A 型を納入するにあたり、韓国内で発生してきている問題が、
通常のメンテナンス以外の重整備を自国内で行えるように変更しろという要だ。もともとアメリカと韓国の契約上でも F-35 ライトニング2戦闘機の整備拠点はアジア地区では日本、愛知の三菱重工業の工場か、オーストラリア、ウィリアムズタウンの整備工場と限定されている。ここに来て、韓国の都合で契約を宝具にしようとしたのだから開いた。口が塞がらない。アメリカ側としては韓国に限らず、最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の機密保持の目的もあるため、日常の整備以外の重要なメンテナンス作業は集約することを前提に契約したつもりなのだろう。しかし、インドネシアが韓国との潜水艦や KFX の契約を宝具したように、韓国自身は敵対視する日本という国で、自国の F-35 ライトニング2戦闘機の重整備をされることに我慢できず急に手のひらを返したということだ。韓国が日本での重整備に納得がいかないのであれば、契約上、残るアジア地区の整備拠点であるオーストラリアを使用するほか、選択肢はないはずなのだが、これを韓国は自国でも行わせ、ろとわがまま、を言っているのだ。さらに、日本やオーストラリアよりも安価な費用で、自分たちが F-35 ライトニング2戦闘機の整備を行うことができれば、残るアジア各国の同機の整備費用も自国に取り込めると計算しているというから、本当に呆れて言葉が出ない。アメリカが韓国にこの許可を行う可能性は、どう考えても、限りなくゼロに近いとしか映らないのだが、この整備工場をめぐった顛末がどのようになるのかからは、しばらく目が離せそうにない。韓国空軍司令部広報担当者は、空軍内部でも、どこで整備を受けるのか何も決まっていないが、日本の国際整備拠点で、韓国の F-35A が分解整備されることを国民が受け入れるのは難しいだろうと語っていた。さらに、オーストラリアのウィリアムズタウンや米国のフォートワースで整備を受けると、今度はコスト問題が出てくるので、決断を下せない状況だと説明した。日本を拒まなければならない状態であれば、コストを負担してでも、豪州のウィリアムズタウンへ行くか、ロッキード・マーティンの整備チームを韓国に招いて、整備を行うオプションもあると付け加えた。しかし、運用開始したばかりの F-35A が、大規模メンテナンスを必要とするのは、順調に行けば、6年から7年先の話なので、もしその時になって、日本との関係が良くなっていれば、日本の国際整備拠点を利用することもあり得るとも、広報担当者は言っていた。要するに、韓国空軍の本音としては、日本の整備拠点を利用したいのは山々だが、自国民の感情を憤慨させるため、使用の判断を先延ばしにして、日韓関係が改善する可能性にかけているということかもしれない。